やぶさ清志郎です、今回、紹介する動画は動画もまあこれなんですかね、眠り京志郎。今回は、少しまあ、動画の作り方をですね、予告編特集ということで、作ってみました。1話から26話あるんですけど、その、回ごとに、予告編が、短い予告編がついてるんですが、それをまとめて、一つの動画にして、まあ視聴者の皆様に、まあ、私もそうですが、楽しみましょうという、そういう動画を作ろうかなと思って、作成してみました。まあいろいろこの26話まで、まあ、これ DVD ですがあるんですよね。これをまああの紹介というか、このオープニングの最初の、まあ、予告編動画みたいな、短い画像が、各、そのストーリーの前についてるんですが、それをあの一つにまとめてみたという感じですね。眠り京志郎、まあハマっちゃったわけですが、まあ本当に、キャラクターがいいですよね。常にあのブスッとしていながら、誰に、こびることもなく、忖度も一切なく、愛想笑いもない、毎日フラフラしているようで、働きもせず酒場で、酒を飲み、しかし金には余裕があるようで、女性にモテて強くて誰にも負けない、常に身なりはピシッとして、いますね。清潔感あり、何者にも動じることなく、冷静で慌てることがない、おまけにマザコンであると、まあいうことです。魅力たっぷりのキャラクターでした。視聴者様の方から前作ぜひ見てみたいというリクエストがいくつかありましたが、今回は全作品の短い予告編ですが、集めて、かっこいい主題歌というか曲をですね、間に挟むような感じで、しつこく攻めてみました。前話「眠り京志郎スペシャル予告編」と題しまして動画を作成しました。これを見て気になった方は DVD またはフジテレビ、動画サイトなどで本編をご覧になってはいかがでしょうか。まあ、オレンジ色の背景をバックに、田村京志郎様が素敵な曲とともに剣を振り、回します。そんなオープニング動画を挟みながら、26の予告編が順番に流れていきます。お主、見てもらうまでもない、真っ暗闇の無限地獄に落ちる己の運勢ははっきりと見えている。血の匂いがポーンと鼻をつく。その刀を捨てることだな。あいつ分かっとるらしいな。敵を務めなら見さおっても悔いはございません。その被害一途に今日まで生きてきた私でございます。お願いでございます。どうぞ私の体を
ご自由になさってくださいまし。Thank you.
さぬ。カンテめ、不正を働くなら夫にすまぬと思うならもだえてみ。せっかくの地蔵も食わずに一人見物とは殊勝なことだ。完璧な思考でしか病は治らぬか。何やつ。眠り教師。
の妄想がこもっている。神が作ったのではない。神こそ人によって作られたのだ。違う。人こそ神によって作られたのThank you.
私、バテレンさんの神様なんかに負けない。叩いてキリシタンの掟を破って神を捨て、私の御座を立って。とろけるような極楽に案内してやる。氷のような目、必ず溶かさずにはおかぬ。
もう聞いたか。に訪れた。負けだ。焼き鳥だ。脱いでもらおう。あ、いいよ。どうだいもう一丁。今度はその下帯で重量かすね。よし。
初めてにしちゃ思い切りがいいやねんか。け、それでも素人かい。気に入らないならとっととお帰りよ。私を夫と思っているのか。何を思っているなら妻たる者の務めを果たすはずだが、果たしているのか。妻か、わしは今まで切りたいと思って人を切ったことは一度もない。だがそなただけは、いや、そなたとあの方だけは。Thank you.
私に抱かれるよう言われたのか。私はここに座っておりますゆえ、あなた様はごゆるりとお休み遊ばします。そなたを抱いて寝たら何とする。一つとこに休めばいかなる死になるか、男女の交わりがどのようなことかそなたは知らん。教えてくだされば従いまする。無謀なお方だ。なぜ無謀なのですか。関白の娘でもただの女子に過ぎませんか。Thank you.
私の周りにはそなたのような女子ばかりがなぜか集まってくる。歩いて来られるがよい。死ぬ気はないと見える。私が犯す。そんなことしたら喉を切って死んでやる。誰のためにミサオを立てる。憎くないのか。憎いわ。殺したいほど憎い。じゃあなんで。ミノさん、お願い。